こんにちフラワー、姫路製菓卸売市場公式 YouTuber の姫の製菓です。今週のテーマは秋色です。今日のお花はアルストロメリアのフロリンカシリーズです。普通のアルストロメリアってこんな感じですけど、このフロリンカシリーズはとってもお花がちっちゃくて、かつね花粉がないのですごく長持ちするのが特徴の品種群です。お花のねサイズ感ももちろん可愛いんですけど、このね私はフロリンカシリーズの花びらの端っこにちょっと緑色が入る葉っぱっぽい感じがすごく好きです。この緑色と本来の花色のピンクとか赤とかがね混じり合ってくすんだ色合いになるのがすごくおしゃれだと思います。それでは今日はこの辺で、また明日、さよなら。